イナズマックス、ただいま参る。究極の忍術を見せてやる。究極の忍術を見せてやる。先生。マジ。ジェノスです、埼玉先生。その先生っていうのやめてもらえる？師匠。師匠もやめろ。弟子なんて募集してねえし。あれ、お前怪我治ってね？はい、体の大部分は機械なのでパーツさえあればすぐに。変わってんなお前。先生はどのようなパーツを使っているのですか？使ってねえよ。え、じゃあその頭部の肌色の層か。いや、これ肌だから。いや、しかしそれでは先生が若くしてハゲて。ハゲてんだよ、なんなんだてめえは。俺ですか？いや、いい。実は4年前。人の話を聞かないやつだ。こんなしみったしかしある日、暴走し頭のいかれたサイボーグが俺たちの街。自分が未熟なのは分かっている。先生。人ん家の天井は。あ、なんでもないです。高エネルギー反応あり。サイボーサカ。ターゲットはお前ではない。お前、いくつか聞きたいと思って。手も足も出ないとはまさにこのことだ。よくやった、グランドドラゴン。暴れられるのか、どんどん。先生、よそ見をする子はいい土俵だ。消すのが我らの決まり。お前は
破壊せねばならん。逃げる。フルパワーマシンガンブロー。ターゲット捕捉。お前ら、謝るなら今のうちだぞ。人んちの天井壊しやがってよ。手も足も出ないとはまさにこのことだな。よくやった、グランドと。暴れられるのも面倒だし。おい、貴様！なんだその顔は。土の中ってひんやりしつつ、暖かさもあって眠くなってきたからほっといてくれ。これはといいか。これで貴様の獣王はいい。よかろう。ならばこの獣王の力、存分に見せて。ああ。おい、聞いてるの？今土払ってるから待って。終わったか。もうちょい。終わった。ならば今こそこの獣王の力を存。弱肉強食。お前だ。晩飯何にしようかな。早く戦ってこい。晩飯何にしようかな。おお。おお。何しようかな。腹減った。間に合いそうもないな。蒸発したって無駄だぜ。おう。え、やんのか。早く戦ってこい。間に合いそうもないな。挑発したって無駄だぜ。おい、で、やむ。晩飯何にしようかな。おう、早くかかってこい。晩飯何にしようかな。早くかかってこい。間に合いそうもないな。晩飯何にしようかな。で、挑発したって無駄だぜ。と、やんのか。お、早くかかってこい。挑発したって無駄だぜ。間に合いそうもないな。やんのか。せ、おい。
間に合いそうもないな。晩飯何にしようかな。挑発したって無駄だぜ。早く分かってる。で、おう、あれやんのか。こう挑発したって無駄だぜ。間に合いそうもないな。おい、晩飯何にしようかな。で、気持ちいいんだな。おい、え、あ、連続普通のパンチ。